今選手たちがピッチへと入場してきます。向かって右側がホーム、まあ、この町田にとっては、大事なポイントになってきますね。彼らの出来は無失点無敗の両チーム、先にゴールネットを揺らすのはどちらになるか。中を見てキープ、低いボール落として、松本博也、面白いボールでつないだ、シュート、金沢先生、金沢第1号はこの男、林正道の先制ゴール。一振りでしたね、まあ、ここ町田はかなりバイタルのところをコンパクトに守ってるんですけど、これイレギュラー的にね、高江の頭に当たってこぼれてきましたよね、林の前に、まあ、ここにまず島田のところにボール入れたところ大事でしたし、まあ、これはイレギュラーではありましたが、林はよくこう反応しましたよね。であそこしっかり、なんとか足を伸ばしてクリアしました。仕掛ける、低いボール、このボールが決まった、町田同点1対1。キャプテンの平戸2試合連続ゴール。抜き切らずにこう上げたような形になりましたから、これまた抜けましたかね、藤村の。ポポビッチ監督から直々に指名されてこのキャプテンマークを巻いています平戸大輝。平戸が狙ってきた、白井のパンチング枠いってましたね、こちらが先ほどのフリーキックのシーン、同点ゴールの平戸、ワンタッチで抜け出す、チョンテセが来た、チョンテセ、チョンテセかわして、チョンテセのシュート、町田ゼルビア逆転2対1。3年連続このピッチで点を決めているチョンテセ、いいですし、みんながこれ感じ合ってますよね。縦に入った時にもうチョンテセ動き出してますし、で最後はここ落ち着いて急ぎたい金沢。ここで後半終了、長いホイッスルが鳴りました。 J2 リーグの第3節。